これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。雄英高校ヒーロー科緑谷出久です。なんで要領してんだ。本当に距離を取れ。爆豪勝樹、クソ親父の個性なんざなくたって使わず一番になることで奴を完全否定するけど、通常攻撃はほとんど炎熱トトロキショート。というわけで今回はこの3人で戦闘訓練をやっていこうと思います。かっちゃん、トトロキ君、よろしくね。クソデク、何なんだこのゲームは。このゲームは最近リリースされた僕のヒーローアカデミアウルトラランブルだよ、かっちゃん。俺なんか壁張れるっぽいからサポート役なんだろうな。何も分かってねえじゃねえか、お前ふざけんな。よし、かっちゃん、降りるとこ決めてほしい。暴風ゾーンだ。暴風ゾーン了解。爆豪でも寒いところだとお前汗出ないんじゃないか。大丈夫だ、克服するために行くんだよ。ちょっと逃げ遅れた市民助けてるからちょっと待ってろ。了解。 すげえ、なんかくれた。逃げ遅れた市民助けることで味方を蘇生できるカードが手に入る。ぜい。なるほど。あ、もう敵いんのか。結構いるね。行った。いや、俺が助けて。ヴィラン来た、ヴィラン、ヴィラン来た。わかった。回復アイテムとかが手に入る。あ、かっちゃんが取った。かっちゃんが全部取った。いや、なんでもねえ。おい、倒した倒した倒した。うっぜ。おい、ダウン食らった。緑谷、頼むわ。かっちゃんがまずい。 OK。 やべ。あ、おい、かっちゃん。爆豪が爆豪にやられてたの。終わり。よし、任せろよ。かっちゃん起こした。終わり。俺のところに。ダビ割ってる。ダウンダウン、ダビダウン。よしよしよし。緑谷はうめえな。かっちゃんが逃げた。かっけるとる。かっちゃんが逃げた。かっちゃんが逃げてる。お、すげえ、黒の血そんな風に使うんだな。そうなんだ。爆豪めちゃめちゃ燃えてんな。あと何人だこれ。あ、来た。割ってる。おい、向こう飛んでったさ。かっちゃんやろう。ああ、登れねえ。かっちゃん頑張って。トトロキ君は起こしたい。起こせばいいだろう。あ、向こうに芋ってるかっちゃんがいる。さっきから偽物の爆豪結構古速だな。遅くなんだよ俺の偽物は。エドリア、まずい。爆王の方にたくさん人が。ねえ、いってやられた。かっちゃん死んじゃったな。そう、もうあとお前しかいねえ。でもここでトドロキ君は起こせるんだよ。だからかっちゃんのカードも一緒に拾いたい。もうエリア外じゃねえかあれ。いや、絶対助ける。痛そうだなそれ。大丈夫、助ける。どうだろ。お、すげえ、すげえけど。いった、緑谷。かっちゃん、やめて。かっちゃん、かっちゃん。いや、見捨ててくれてもよかったのに。かっちゃんを助けにいたのにかっちゃんに殺された。次の訓練行ってみようか。わかった。ああ、次は負けねえ。楽しいね、結構。面白いけどちょっと大変だな。俺まだよくわかんないわ。結構むずいじゃねえか。時にはヒーローでも見捨てること大事じゃないかって。いや、ヒーローらしからぬこと言ってんだ。手の届く範囲は助けたいじゃん、やっぱり。それでお前がやられたらあんま意味ねえと思うけど。確かになかなかむずいなこのゲーム。まあいい、次は勝つぞ。了解。よし、次は勝とう。クソヴィランどもぶち殺してやんだ。よし、相手ヴィランだけじゃないっていうのがちょっとやりにくいね。 YouTube 的に殺すっていいのか。ダメだね。倒す、倒そう。ああ、ワイク大丈夫か。やべ、
何してんだ僕のかっちゃんに。大丈夫、なんだ、ちょっと今助けてる。これが氷壁。ちょっと初めて役に立った俺の個性が。オッケー、行こう。どこだっけ。驚きくんのシールドやばいけど、俺ね、何にもねえんだ今。あげるよ。悪いな。はい、悪い。行くか。この音、スマホのアラームと勘違いしてすごい焦るんだが。ブエーちょっとめちゃめちゃ焦るんだこれ。100入ってるそいつ。ダウン取った。どうだ、かちゃん近づいて V でとどめさせるよ。ちょっとどこだ。ちょっと爆豪に、爆豪に殺される。ちょっと待って、爆豪にめちゃめちゃ狙われたんだが。悪いな、俺強えから。強えな、このかっちゃん強い。あ、その爆豪強えな。くそ、100入ってるけど。お、強えな爆豪。あ、お、お、かっちゃん対決だ。ちゃんとガードできる。こっちか。なめんな。かっちゃん強っ。強えな爆豪。俺が最強だ。なんとか。飯田の足が速え。なんとか飯田捕まえてんだけど。そこか。お。取れ取れ取れ。強えな爆豪。強かったん。俺が最強なんだって言ってんだろ。一回下がってこい。少し散るか。ちょっと、うららかに、必要に。うららかじゃない、うららか。いって。くっそ、割れた。うわぁ、アスイさん強っ。うららかの近距離が強すぎて。ね、うーん。もみくちゃにされてねえかお前。もみくちゃにされてるかっちゃん。つえ、バコが。バコでも。バコ。バコ、大丈夫か。かちゃん。もみくちゃに。もみくちゃにされてる。バコが。かっちゃんが。あ、つゆちゃん。つゆちゃん。あすい、つえな。なかなか勝てねえな。面白いじゃねえか。よし、ランク S だ。ランクもアップだな。ナイスナイス。しれっとランクマッチ入ってるからねこれ。道理で敵が強いわけだ。一回普通のマッチ行ってみるじゃん、まあ、いやどっちでも構わない。どっちでもいいぞ。でもあと1回しか行け。さらに向こうへってことで行こうか。生き残らねえとな、半分やろ。いやちょっと爆豪が強いから爆豪についていこうかな。その言い方だと僕強くないみたいな。いい判断だ。まあ、というか3人で動いた方がいいんだろうけど。そうなんだよね。当たり前だろうが、ふざけてんのか。クソデクト俺についてこい、あんのやろ。あの緑谷と爆王の視点見てたら2人とも結構遠いところで各々動いてるから、ね、ちょっと俺どっちにつこうか迷ってたんだ。仲の悪さ出てる、もしかして。ちょっと噛み合ってなかった。ちょっとじゃあじゃあかっちゃんついてきてよ。逆だろ、お前がついてくんだ。ワンパーティーぐらい来た。いっぱい来たじゃねえか。僕に重なってて何も見えない。どうしよう。あ、いっぱいいる。すごい。ここ離れた方がいいかもしれない。やって、行って。叩き落とされたんだよ。おい、そのデカやんぞ。行け、オッケー、オッケー。死んだが。ちょっと待って。ちょっと爆音が。死んだが。かっちゃん、骨は拾いに行くよ。どうしよう、かっちゃんを起こさないと動画的にまずい。まずい。なんとか。まずいまずい。かっちゃん今多分片手スマホにツイッター見てる。まずい。いやもうカチカチしてる。マウスカチカチしてる。イラついてるな。早く起こしてくんないですかみたいな。なかなか見当たんねえな。早く起こしてくんないんですか。怖い。なかなか見当たんねえんだよ。ダビがいる。あんま接敵しない方がいいよ。あった。
わかったけど、あいつは倒さなきゃなんねえ。あいつは釣り旅だったからね。たっちゃんを集めてから行こう。わかる。じゃあ集めるって初めて聞く日本語だ。お前プルスウルトラ溜まってんじゃねえか。溜まってるけど。なかなか。え？バレた。うわ。セメント先生すげえな。ウルスウルトラ。それな何パーセントだそれ。これ2%。全然じゃねえ。お前今まで使わずに戦ったのか。バレてねえんじゃねえか。かっちゃんだけども。頑張れ。あっ、飯田くん。飯田くん。飯田鋭いな。大丈夫か。くっ、集まってきた。ダビー、すげえな、マジで。倒しに来たよ、飯田くん。が強えな。くそ。かっちゃん。お前、フィジカルでボコボコにされてんじゃねえか。人数不利無理だよ、これ。やっぱ飯田の方が強かったな。飯田君はとっくに僕の先を行ってたんだ。ダメだった。まだまだ課題がいっぱいあるやん。じゃあちょっと今回ね、結構強かったかっちゃん、次回予告よろしく。次回予告、次回は誰かしらやんじゃねえか、このゲーム。次回は相沢先生あたりとやりてえな。さらに向こうへウルスウルトラー。